本日は冒頭市長より発言がございます。はい、休業要請等が行われました。南エリアにおける飲食店以外の小売やサービス業への支援として、来週の11月16日から12月31日まで、南で買い物応援キャンペーンを実施をいたします。感染防止対策を実施をし、感染防止宣言ステッカーを導入している南エリアのキャンペーンの対象の店で、スマートフォンの決済の PayPay または楽天 Pay で買い物をした金額の 20%、 1社当たり上限3000円分がポイント還元をされます。対象のお店とにはここにあります、目印となるキャンペーンのポスターが掲示をされます。市民の皆さんにはマスクや手洗い、消毒などの感染防止対策をしっかり行いながら、南エリアでの、お得にお買い物を楽しんでいただきたいと考えています。よろしくお願いします。それでは質問をお願いします。ABC ですけれども、はい、キャンペーンとはですね、実はもう、飲食店への、キャンペーンとしては見た目2000ポイント、はい、このキャンペーンは15日で任期終わる、期間終わる、それについては延長とか考えてらっしゃるんでしょうか。まあ、状況によっては考えていきますけれども、一旦はそこで、これ府市一体で取り組んでますから、一旦はそこで、飲食店の、応援キャンペーンはそこで一旦終了します。その後はこのお買い物キャンペーンを、実施をしていきます。キャンペーンについてなんですけども、はい、2000ポイントということで、南の、飲食店のお客さんの戻り具合というのはどういうふうに考えられたらしますでしょうか。今コロナも少しまた増えてきている状況ですんでね、皆さんそら南で飲食買い物をしたいというそういうこう思いは持たれてると思いますけれども、まあやはり、コロナの影響のもとね、こう一人一人がやはりちょっと敬遠するところもあるんじゃないかなというふうには考えます。ただまあこれはこのコロナの状況に応じてやはり南エリアをしっかり応援していくということで府市一体で取り組んできてますから、この状況を鑑みながら、まあ支援策というのはさらに考えていきたいと思います。期間中の分2000円ポイントの、キャンペーンの効果についてはあったという認識でしょうか。ありますよ、うん、これはまあ僕のところにも僕の友人や知人も、まあ、それを利用して、南でまあ、食事楽しんでるというそういう声も多数ありますから、まあやはりこのコロナの影響の下で、時短営業休業要請等が、まあ、これ行政としてお願いしたわけですが、やはり南というのはもう大阪にとっても非常に重要なにぎわいの拠点ですから、しっかり支えていきたいと思っています。他ございますでしょうか。すいません、読売新聞の梅本です。昨日吉村知事が総合区に関してですね、8総合区案が、まあ、既にあるのがベストだというふうに考えをお示しされたんですけれども、市長のお考えも、これは公明党さんとの吉村市長時代に密に協議をして、まとめ上げたものですから、非常にいい案だと僕もそう思っています。もう公明党さんも案については自信を持って提案をされているわけですが、この案で都市内分権を進めていきたいと思います。実際に議会に提案する際はその2017年の案をそのまま提案されるのか、それもそういうそのまま行かれる提案される形に、これ公明党さんが自信を持って作られてますんでね、僕自身もよくできた案だと、都市内分権のためにはよくできた案だと思ってますから、この案を提案したいと思ってます。産経新聞やです、今のあった総合区案なんですけれども、まあ、ツイッター上では市長は2月2日に提案するということでしょうが、改めてそれについてはもうそのまま、提案するということでしょうか。ツイッターでは公明党の元副議長の辻さんも、それから時井幹事長も、この都市内分権を進めていく八
8総合区案については、公明党内でも密に議論をして、自信を持って取りまとめたということをおっしゃってますんで、2月議会に、ぜひ提案していきたいと思っています。今すでに出来上がっているのが、副首都局案というものなんですけれども、3年前ですか、2年前か、その草案の段階で一度説明会を開催しているんですけれども、今回改めてその議決にあたってですね、その前の段階でも、説明会を行うという、そういうのを考えられますか。市民に対して、市民に対して、はい、これは議論を通じて、市民の皆さんに必要とあれば、説明をしたいと思ってますけど、ただ、8総合区が、議会です。可決してすぐということではありませんから、やはりその都市内分権の総合区の総合区というのも行政区ですけどね、総合区の優位性、それを丁寧に市民の皆さんに説明する時間は必要と思っています。あとですね、これ前回その決まった段階で2年後に設置するということで話進められてたかと思うんですけれども、うん、市長としては在任中に、なんとかこの総合区というのを実現したいと、そういうような思いはありますでしょうか。でも住民の皆さんの理解を深める必要はありますから、それは僕の任期中というのは、一つのこう政治家としてのその責任を持ったスケジュールですけども、市民の皆さんに説明する時間を、今からね、もう2年と、まだ可決もされていないわけだから。そこは議会と議論をしながら進めたいと思っています。発案なんですけれども、発案なんですけれども、大幅な修正をこれから加えていきたいという部分があるのか、もう基本的にはそのままベースにあるもので細かい修正でというような、いや、もうよくできた案ですよ、やはり総合区に権限を下ろしていくわけで、ある一定規模の総合区にならないと、その権限行使できません。で、24区それぞれなんていうことになると、これは吉村市長時代に8総合区の議論の中でもね、24区ではこれ財政的にも非常に困難という、そういうこうもう答えが出てきてますんでね、こう総合区にすることによって、これ否定してるのは選挙区が変わることに対しての保身のみですよ、そこは公明党さんはもう、覚悟して、踏み込んでますから、で我々維新の会はもちろんそんな覚悟は十分できてますんでね、市会議員のための役、行政区じゃないんですよ、こんなの。市民の皆さんがいかに身近なところで権限を高めていけるか、それが都市内分権ですから、8総合区間はよくできてると思います。自民党さんは24区をこうベースにこう議論するようなこと、だからもうそれは選挙目当ての話に、もうその市民のためにプラスに全くならないんだよ。NHK が一回それどうやってやるか聞いてきてよ。財源も決まってる中で選挙目当てですかって聞いてきて。関連なんですけど、その先ほど言われたその市民への説明丁寧にということなんですけど、市長の中では、どのぐらいの期間かけてやりたいとかっていうのは、これは議会、公明党の皆さんとも協議をした上で、決めていきます。今僕がいつまでっていうと、これまさに、答えありきだし、市民の皆さんへの質問、説明という、やっぱりその質、それだけの丁寧な質問、説明の時間が必要だと思う。他ございますでしょうか。毎日新聞の野田と申します。総合化についてなんですけれども、ちょっと古いんですが、弊社の2016年のアンケートで政令市20市の中で17市は総合区については検討していないという結果が出ておりまして、主な理由がその行政区の中でも、権限移動すれば対応できるんじゃないかという意見が多かったんですけれども、それを総合区ということにされるのはどのような点から毎日新聞、もうちょっと勉強してからちょっと質問した方がいいと思うけどね、他の、政令市の今の行政区以上に、今、これは橋本市長時代に、各行政区にはもう権限は移譲してます、でそれにさらに上乗せで権限を移譲するときに、
24個そのままではこれは財政的にも困難ということです。だから他の政令市の行政区権限はまだ、まあ、大阪市の今行政区権限以上のレベルまで来てないから、うん、そういう答えになるんじゃないか。他ございますでしょうか。大阪駅の前に歩道橋の下にど根性大根という大根が売られてたのはご存知でしょうか。いや、なんかアスファルトから出てるやつ、その場所までは知らん。そういうの聞いたことある、うん、それが何者かによって抜かれてしまったんですけれども、なんか大勢の人がそこからなんかこう元気をもらっていたっていうことで話題になっていたんですけど、それについてこう受け止めを。ダメやね、それは。あ、誰かが抜いたの、うん、もう一回種植えて、ちょっとこうど根性大根2世をぜひ作ってもらいたい。大阪市が管理する道路にこう埋まっていたっていうことで、こう厳密に言えばその大根が大阪市のものだっていうことも考えられると思うんですけど、それについてはまあそれはもうど根性大根なんだから、うん、もう誰のものというよりも市民全体の、まあ、こう何か癒しになってたんじゃないか。特にこっちとして何か働きかけるとかっていうことは何？大根抜いた人に返してってそれはちょっともう今考えていません。こういう道にもしかしたら誰かが植えたっていうことなのかもしれないですけど、こういう道路法でこう道路に支障を来す行為は禁止されている中で、市民にこうこれからこう呼びかけとかこういう行為はしないでくださいっていう呼びかけなんかされる。いや、それは故意に道路を耕してたんでは、これはダメですけど、故意じゃないんじゃないの、それは、うん、まさにど根性大根なんじゃない、うん、自力で芽生えて育ったということだと思いますよ、うん、まあでも道路は耕さないでください。ありがとうございます、はい、他ご質問ございますでしょうか。すみません、前に正倉です。先ほどの支援の店舗支援の件なんですけれども、うん、対象店舗って大体どのぐらいの数になるんでしょうか。今それはもうまた部局から聞いて、なかなかでも登録店舗はハードルは低いですから増やしていってくれてるということは聞いてます。改めて、まあ、今新型コロナ感染あれで、まあ、ちょっと拡大してきている中ではありますけれども、市民に向けて、まあ、こういったことをするということで改めてこうメッセージというか伝えてほしい、伝えないことはありますでしょうか。いや、もう感染症対策はこれは必要だし、一人一人自覚を持って対策を実施してもらいたい。ただやはり経済をやっぱり動かしていく、今非常にやはりこの経済が動かないことによって、まあ、命に関わっているような事案も発生してきているわけですから、経済を動かしながらコロナウィズコロナのこの時代をね、動かし生き延びていってもらわなければなりませんから、うん、だからまあコロナ対策は、一人一人自覚を持って万全を期してもらいたいし、かといってやっぱり大阪のにぎわいの拠点であるエリアが、これはもう閑古鳥が鳴いてるということでは大阪経済がもう衰退していきますから、ぜひそういう、大阪の中心部、商業の、まあ、拠点はしっかり支えていきたいと思っています。他ございますでしょうか。すみません、大阪に知事です。知事、この後また今度会議ありますけれども、知事がその第3波に入っているという認識を示されていますけれども、うん、市長としても同じことは見解なんでしょうか。今司令塔、大阪府で司令塔と作ってもらってますし、この患者数の伸びを考えると、まあ、これは大阪のみならずね、やはり、各都市部の、まあ、にぎわいの拠点、
エリア、人が集まるエリアを抱えているそういう大都市は、まあ第3波という状況にあるんではないかなと思ってます。やはりこの間やっぱり GoTo キャンペーン、 GoTo イートでね、人は動いてますから、まあコロナウイルスがなくなったわけではないんで、人が動くとやはり患者数は増えてくる。ただ治療法が非常に進歩して、重篤化、そして亡くなる方々の、抑えることができていますんでね。あとやっぱり今アメリカでワクチンがもう、こう重篤化を 90% 抑えられるという情報もありますけど、まあ、そういう中で、コロナに対峙しながらね、経済を動かしていくことが必要と思っています。よろしいでしょうか。すみません、産経新聞です。福祉一体の条例と、あと総合区なんですけれども、これは広域の方は条例の方で、であと身近な住民サービスについては総合区の方で拡充していくということで、言ってみればその両輪といいますか、大阪市の成長に担う、ツインエンジンみたいな、そういうふうな捉え方をさせてもらったりでしょうか。そうですね、これからやはり身近なところでニーズに応えていくというのが都市内分権です。ですから政令市、大阪市は残る中でね、大阪を成長を担う広域は府市が一体でもう二度とバラバラにならない、そういうルール仕組み作りが必要だと思ってるし、身近な行政サービスについては、身近な総合区がこれも予算編成権はありませんけども、そういう形をすることによって、区長裁量での裁量枠というのは、増やせることができますから、より、地域のニーズに応えてスピード感を持って物事を、動かしていける、それが一番これから の、大阪の人口構造だとか、それから、ありとあらゆるその住民ニーズに応えるためには今よりは格段に良くなると思っています。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。それでは政務の質問に移ります。質問のある者をお願いします。読売新聞の大本です。昨日自民党の大阪府連が東京の方で大都市法に関する勉強会をして、で、要はその今の大都市法が何回もこうできると勝間でジャンケンみたいになってるということで、そういうのを将来的に回数制限とかするようなことを考えて勉強会をこう初めての開いたんですけど、この自民党の動きに関して一の代表として、いやもうセンスがないとしか言えない、この統治機構を変えるっていうことは、その時の時代の要請というものがあります。今回5年で2度住民投票やりましたけど、これがさらに、人口減少高齢化社会が進んだ中でね、大阪のみならず全国においてやはりもう明治以降変わらなかった、変わっていないね、この廃藩置県のシステム、これはやっぱり時代の要請に応じてやっぱり議論をしなければならないし、変えなければならないと思ってます。だからそれは1回やったらもう未来永劫変えないのかなんていうのは、これはもうそもそも政治家としてのセンスを僕は疑いますね。そこへたどり着くまでにはさまざまなステップがあるわけです。段階を踏まえなければならない。だからそれが必要でなければどこかの段階でストップがかかるし、だって議会の過半数の同意もいるし、もっと言ったら知事首相がそれをやると言わないとダメだし、だからこれからやっぱりもう一度やればもう二度とやらないんじゃなくて、やっぱりそういう形にならない、そういう思いを住民が持たないような形で行政を運営さす中でね、それでももう時代が大きく変わる中では、やっぱり統治機構のシステムというのは
見直すためのこう、チャレンジするため のルールっていうのは僕必要だと思ってます。他ありますでしょうか。ありがとうございました、うん。